スーパーチェットありがとうございます。初スパです。降下気味だった人生がクザさんのおかげで上昇してきました。いつも元気もらってます。感謝を込めて少ないですがお納めください。少なくない、少なくないよ。降下気味だった人生が降下気味、降下気味って思うことある？あー俺の人生降下気味だわって。あーまあでもないこともないか。うわでもあるか。うわなんか降下気味だわってあるか。なんか降下することもある。嫌なことばっか続くことあるよな。マジであるよな。コンボ入るよね。負の連鎖、まさしく負の連鎖。コンボ入るよな、嫌なことコンボでさ。嫌なことコンボ入るとさ、なんかコパンぐらいのさ3フレぐらいの嫌なこともコンボでつながるとめっちゃうざいんだよな。しゃがみコパとかでもすげえでっかい嫌なことがあって、その連続した嫌なことの合間にあるタンスの角に小指ぶつけるとかマジで嫌。紙で指切っちゃうとかもマジで嫌。机の下に膝ぶつけるとかマジで降下気味だなって思うわ。そういう時は、そういう時あるわ。いやなんか世界が俺に牙を向いてるって思う時あるわ。でくっそどうでもいいことでイライラしてあるわ。地味なやつがとどめになるんだよね。そのなんか嫌さのマジで地味なやつほどとどめになる。耐えてた 99% をこの普段ならそんな 1% うわいってで終わんのに、でも 99% の時その 1% で終わっちゃうんだよ。クザって前より自信ついてると思うんだけど気のせい。いや気のせいじゃないと思うよ。やっぱ活動も長いし自信もついてきてると思う。てかつけようと思って生きてるし自信。おごりがついてきた俺も最近。気づいたらなんか人見下してる時とかあるしね。おーおーおーなる時あるよ。いいことかと思うじゃん。よくないんだよね自信がつくと。人見知りなくなったの？え、俺だから人見知りじゃないって。なんで俺人見知りだと思われてんの？イライラした時どう対処してる？いやこれもねむずいです。スーパーチャットありがとうございます。うん、いやなんか自分を低く見積もることで、あのちょイライラした時の対処法は一旦置いとくわ。うん、自分を低く見積もることでなんか自分のおごりを抑えてたけど、やっぱなんか自信がつくにつれ自分のことを高く見積もる場面も出てきて、やっぱ見下しみたいなの、うわ俺今人のこと見下してたみたいなあるよ。うん、俺人見知りじゃないって。ところで俺人見知りじゃないぞ。その何言っていいか分かんない人、なんかこの人に俺あのコミュニケーション終わってるから、結構この人になんかやばいこと言っちゃったらどうしようね。俺別にコミュ障じゃないから、コミュ障人見知りではない、少なくとも。うん、 LINE が分かんないと何喋ればいいんだろうこの人とってなるだけ。あと濃度、自分が知ってる相手がその会話内にいるかとか、自分が知ってる相手がいれば比較的そいつと喋りながらコンボ決めれるけど、この人は何を喋ればいいんだろうってぐらい。別に人見知りじゃないよ。うん、分かんないからやっぱ。スーパーチャットありがとうございます。イライラした時の対処法、ないです。はい、イライラした時の対処法はないです。でもサマータイム連打じゃないけど俯瞰してる。
俺めっちゃイライラしてたもん最近も。やめたいマジでイライラするの。てかなんかね、ロールあたりからマジでイライラが多い最近。ゲーム中のマジで多い。いやまあでも俯瞰に見れればすぐ落ち着くけど、ロールのせいでなんかロールやってからな、なんだろう、マジなんか感情の制御がなんかうまく調整できてた感情の制御がねできない最近。血足りてないわマジで。すぐイラつくんだよな。ちょっと一旦ロールとは距離置かないとな。まあでもめちゃめちゃロール面白いからやっちゃうんだろうけど、マジで闇のゲームあれね、分霊箱だわ、ボルデモートの。あれの近くにいると当てられる、なんか闇のなんかね、ロンみたいになっちゃう俺。目の下のクマもね、顎ぐらいまで来てた気するわ。分霊箱ですよあのゲーム。で5月に雑貨戦あるっつうけど、5月他のイベントなかったらまあ出るだろうけど、まああっても出んのかな。結局俺ロル大好きだからな盛り上がってほしいと少しは思ってるからな俺。なんかさ、そう AQF の練習中とかもなんかすごい、あれなんか終わってみたら今日めっちゃイライラしてたなとか、なんで俺あそこで笑えなかったんだろうみたいな。いつもの俺ならこれ笑ってるなーみたいな。終わった後にさ、俺なんで俺イライラしてたんだろうとかなる時あるわ。あった。でも勝ちたいからイラつくんだよね俺。ロルもそうだけど、勝ちたいとイラついちゃうんだよね。なんかチャーライ打たれて、俺なんでこんなイラついてんだろうみたいな。チャーライにめちゃくちゃイラついた日あってし、ゲームもなんかパッと抜けちゃうし、あーってなっちゃう。AQF の時、あーもう。いやでもね、それだけ勝ちたかった。だから下打ちも出るわ。苗落ちはあれ発散なんだよね。やばいこのままじゃ、でプロロしちゃう。プロロ下打ちってどうやんの。マジか、さっき生まれた。いやよかった、いや2人でよかったわ。でもおもろいからあの2人。いやーでも永久不滅で出れてよかったなマジで。